どうも、はい、HiHiJetsです。よいしょー、お願いします。本日はですね、スポーツオーソリティ港北ニュータウン店さんの方に来やってきました。イエーイ。何ですか、スポーツ用品とか結構売ってるんですよ、スポーツオーソリティって。だから僕野球やってた時とかよく使ってたんですけど。あ、そうなんだ。今日はここの屋上にですね、何やらバッティングセンターみたいな、あるの、ここにあるんだ、物が。屋上にあるの。あ、屋上にあるらしくてですね。普通皆さんバッティングセンター行きます？普段たまに行きますね。たまに行く。何キロですか、その時は。これ80じゃないと打てないもん。80だよね。でも打てないから80とかそんなに。ここね、なんと170キロまで出るらしい。危なくないですよね。危ないです。170やばいの。170やばいですよ。どんくらい。だって今メジャーで活躍されてる大谷選手が最高で165キロで。え、で、ここが？ここ170です。越しちゃってんじゃん。そうです。でも最近高校生でもあの佐々木君っていうのも163キロ。うわ、やまあ、出してる中で、それでもすごく速いって言われてる中、打てるわけないじゃん、普通に。やばやばくない、無理だよ。まあ、打倒大谷をね、掲げましていきたいと思います。それでは上に登っていきましょう。レッツゴー。最近なまってんの。ということで、どうなの、どうしたんですか。ガチガチじゃないですか。なんかめちゃめちゃ気合入ってる。何これ、はめられました。まさかキャッチングセンターですか。キャッチングセンターまさかの。そもそもあれ打とうって今日企画じゃなかったですか。今日160取れって言われたんですけど。マジ俺言うて野球経験者ですけど、はい、2年やってませんからね。じゃあ2年間ブランクがあるってこと。そう、あら、なるほどね。ちなみにですね、ここはあの、はい、本当はバッティングセンターってことで、ね、そうですね、はい、本来はキャッチングはやってません。今日は臨時でね。そう、特別許可臨時でキャッチングセンターに。とりあえずだから一回120ぐらい練習させてほしいんだよね。まあ徐々に上げていく。まあそれそうだ、危ないもんね。そう、分かんないから。ちょっと一回横で見させて、途中で入る。120キロも120も出るよ。120のもだいぶ速いですから。動いた。めっちゃ出てきた。いや、マジで。間違えた。バカ。無理だよ。何が飛んできたの。これ120。ちょっと、次行こう。低いとかある。これとかやんないの。そのまま行くの。無理よ。あ、マジ怖い。あ、じゃあ、やっぱ怖いよ。うわ、シャレなんねえよ、これ。いっか。おい、マジ頑張れ。いけるぞ、指。いける。おい、おー、すげー。これ、無理だ、170、無理だ。120でしょ、これ。おー、いい音。すげー、すげー。うわっ、マジで、俺の反射神経の限界迎えた。120キロがもう限界ですか。だってこれの50キロプラスされるわけでしょ。うん、プロツアーでもちょっと俺少年野球ちょっと勝ちてたぐらいで、あの、やってたって言うと怒られるけど。じゃあちょっとレベル下げて140とかにしよう。オッケー。いや、上がってるか。上がっとる。100にしときます。一回ね、100。あ、やばい、動いてる。マジ、ちょっと気をつけてよ、マジで。すごい。マジで気をつけてよ。これだけ。じゃあ上げていきますね。うえ、110にしました。110です。おい、すごいじゃん。120にします。やばい、マジで無理。170もらっていい？オッケー。うえ、キャッチした。120です。いや、マジで。え、マジこれ。これ取れたらでもユートと同じだから。ユートと同じだから。うえ、惜しい。いけるかも。すごいな。キャッチした。これマジ120。うん、120だよ。あー、痛ぇな、おい。目が慣れてきたのかな。いや、すごいね、弾いちゃう、やっぱ。惜しい。終わった。今でもすごいジーなるわ。マジか。じゃあ次は、ね、ちょっと満を持してブラスタイルか、ビビリ代表か。ビビリか、どっちか。待て無理だろ。球技はマジでできないから行っていただいて。もう絶対無理だよ。80キロでいいんじゃない。そうだ、80。一回80秒。行け。ビビリ。来た。浮いてる。強いろ。うん、怖い。ミスキーキャッチャーやってるぞ。あー、痛い。あー、痛い。あー、痛い。頑張れ。
諦めんな。あー、いたあー、いたあー、いたいたー、避けた方が危ない。取るけ、取るけ、取るけ。マジで危ない、マジで危ない。気をつけてみずっくん、来るよ次。もう痛い、もう。あ、ちょっといけるよ。来るよ、来るよ、来る、来る、来る。やめて、誰か止めて。学んだ、さくちゃん。バカ者。水くん越えしたいでしょ。いや、したい。じゃあ、90したい。90したい。90でいいのね。これ人生でこれ一回も使ったことねえよ、これ。はい、90でーす。マジ？あ、いけるよ。たくま、頑張れ。オッケー、オッケー。マジ、マジ、マジ。たくま、いけ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 。まだ、まだ、はい。あ、気をつけろ、お前。あぶるるグローブの入れ方が違うって。何、違う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 。あ、来るよ。違う、来る来る来る、こうこうこう。来るよ来る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 。そう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 。そう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 。当たった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 。こうこうこう。大丈夫、気づかなかった、全然大丈夫。よしよしよし、来い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 。シェイアイ。シェイアイ。まず一回避難しよう。一回避難しよう。大丈夫かお前今。絶対あげたろ。バカ、痛いから。えっ、グーとしちゃえば。もう終わりです。いや、ちょっとあのメガネ、マジで。やばい、これ一回メガネ一回お前つけろよ。いや、結構本当にでも俺、利き手が違うから。あ、そうか、左用の利き手が違うから。なんでこんな嬉しそうな顔してんの。なんでこんな嬉しそうな顔してんのよ。利き手に関しては本当にしょうがない。そうだな、俺バッティングの方に徹するから。いや、うわ。実はこれからですね、このロケの後に、ラーメン博物館というですね、ラーメンがすごいなんかたくさんお店が集まったりしている施設があるんですよ。あそこで撮影できるの。そうなんです、あそこでできるんですよ。超すげえ。そう、はい、次の企画ですね、ゲームとかもたくさんやりますので、はいはいはい、食べれない人が出てくるんですか。食べない人も出てきます。じゃあ今から3球来ますから、はい、そのうちですね、1球でも前に飛ばせればラーメン博物館で好きな時にラーメン一杯食べれると。うわぁ、すごい。県ですから。やばー。好きなタイミングでいいんですか、それは。そう、好きなタイミングでいい。好きなラーメンが来た時に食べれる。そうです、そうです、それでも。なるほど。これ使います。大事だね、すごいの。つながる、これ2週にわたってお送りする企画でございます。なるほど。はい、1つ目が80キロ、はい、そして100キロ、120キロ、そして140キロ、そして160キロと。なるほど。あ、これじゃんけんでいきましょうか、けど。好きなとこ選んだ感じ。公平で。いやでもさ、ゆうと、これゆうとが、橋本ちゃんも経験者。そうだよ、そうだよ。いやいや、俺は経験者にしないでいただきたい。ゆうとは経験者だけど、俺は経験者じゃないから。さっきだってキャッチングする、まあ、少年野球でちょっと。で、ちょっとね、いけてめちゃめちゃ謙虚。ちょっとね、プレビューしてほしい。めちゃめちゃ謙虚だって。視聴者が見たいのは、ゆうとの橋本ちゃんのかっこいいところだと思うな。俺はラーメンが食いたい。俺もラーメンが食いたい。せーの、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 ぽい。はい、これでしょ。待ってよ。よし、チャンゲっぽい。80キロ。100キロ。オッケー。120は希望が。140からもう絶望だ。もうダメだよ。せーの、せーの、チャンゲっぽい。あるし、まだ2人が160を選択してるから。あれ、可能性あるね。その可能性もある、確かに。よし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 。かけよう、そこにかけよう。せーの、せーの、チャンゲっぽい。1回目に120で、140で。おかしいだろ、そこ160だろ。じゃあ10分練習しましょう。レッツゴー。もう10分でプロの球打てる。痛い、飛び返りが痛い。ほんといけないだろ。え、当たんない、なんで。だ、お、すげえ。くそ。いいの見せたいな。あ、崩れた。
に出せばいいんですよね。どうにか、なんか作戦を。タクシー当たってる？たまに。すごいね。たまに稼げる。おー、ペロ当たってる。マジで？おお。フェアゾーン終わったか。じゃあガリさん、80キロの挑戦任せてください。意気込みお願いします。いやもうね、頑張ります。頑張れー。5球中2球は見てで3球勝負で、はい、お願いします。それではゲームスタート。頑張れ。ガリさん余裕がある。さあ回り始めました。みんな応援。もうちょい高くなる。よーし、打つぞ。来た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 。うわ、嘘。まだ超変化球。右目。あはははは。ガリさん、ガリさん、ボールよく見て。じゃあ、あそこで練習したやつと全く違うんだけど。おー、もうふざけんなよ。ひどいよ。残念でした。ちょっと待って、ちょっと信じらんないんだけど俺。昨日あそこの練習台の80キロはこのコースだった。なるほどね。そう、俺はもうここで何回もね、滑りとかも練習してるんだけどね、もう違うね、完全に。やっぱ現場はすでに動いてんだね。現場行け。秘策考えました。お、わ、マジ。秘策、じゃあちょっと楽しみにしておきましょうか。いや、そもそもだって前に出せばいいんでしょ。余裕だわ。余裕いただきました。ありがとうございます。余裕って、もう余裕が出まして。え、だから当てて前に出せばいいんだけど。まあまあ、そうな、あ、そう、マジ余裕だった。秘策があるとおっしゃってましたから、さっき。マジかよ。ゲームスタート。あ、いや、これぐらいいいですか。もう一個低くしていいですか。はい、オッケー。さあ、秘策は出るのか。おい、あれ、な、なんだあれ。おお、あ、クリアだろ。ほら、しっしゃ。なんだあれ。おお、あ、これはガリさんの。ほら、ガリさんどう。いや、別に俺はいいと思う。俺はいいと思うけど、もう一回俺もやりたいじゃん。もっと言ったら、でも他の3人も今の使いをいける可能性はある。まあまあ、そうなるよね。ただね、そう、なんか大事なものを失う。そう、美味しいラーメン食えればいいんだよ、それで。マーベル、見事じゃあ、はい、クリア。はい、よし。いや、すごいわ、ちょっと。ラーメン、作戦勝ちだ。ラーメンか。それでは、橋本さん。はい。意気込みどうですか。さすがに振らせていただきます、僕は。やっぱね。さすがに。いや、でもそうやって言ってて、当たんないパターンが一番ダサいから。結局結局当たったもん勝ちだから。ゲームスタート。早いな。早っ。いや、さっきのやつ目慣れちゃったよ。みんなそれぞれの。あ、いや、それいいよ、いいよ。いきます。お、スタート。若干。うわ、でも今のは後ろだ、後ろだ。すげー、当たってる、当たってる。すげー、前行けんじゃない。普通にすごい。惜しい、惜しい。やばい、ラスト1球。頑張って、いけるぞ。あっ、あっ、ダメか、体に当たったから。後ろに行ったから。あ、一回行ったんだ。あ、じゃあダメだ。おぉ、残念。うわー、うわ、惜しい。惜しかった。いや、やっぱかっこよかったよ。うん、なんか出せ出せ。いやいや、かっこよ。あー、くそ、危なかったな、前に。いや、すごい、本当にすごい。すごい、危なかった。普通にすごかった。びっくりした。え、悲しい。ちゃんと当てる。いや、でも大事なものを失わずに済んだ。失わずに済んだ。いや、まあ練習では打ててたんで、ちょっと元から上げる？いや、下げる？いいです、これで。はい。10球見ていいんだよ。よし。頑張れ。1球目。あ、くそ。どっち、今のは？今のダメだって。さすがっすね。ラーメン券ゲット。ちょっと悔しかったです。なんで？ちょっと練習の時、割といい打球打てたんですけど、
いやけど、まあラーメン食べれるからよかったっす。オーロッケっす。ありがとうございます。すげえ、やっぱラーメンなんだ。やっぱ売れるんだね。よし、やってやろうじゃない。俺はこれを決めてプロ野球選手になります。やばいって。マジで叩かれちゃう。俺は160キロ打ってプロ野球選手になります。いくよ。早っ。早いよ。だって練習量ちょっと当たってるじゃないですか。お前もちょっとっぽい。おい、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 マジ。カモン、カモン、俺のプロ野球。カモン、おお、おお、おお、おい、おい、おい、いける、いける、いける、カモン、待つよ、もう。来い。かかったのに。ドラフト来るかと思ったわ。ドラフト来るかと思ったね。たくちゃん失敗でーす。さあ、ということで終わりました。お疲れした。いやー楽しかったですね。水崎くんと僕が前に飛ばしたので見事ラーメンいつでも食べる券ゲットって。よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。やってみてどうでした皆さん今日。いやー、160キロなんて体験できないですからね。そうですよね。もう今日限りだと思ってます。それ80キロ1球も当たってんの。これだったら俺が160キロ行って一人でも多くのラーメン食べれる人を輩出してあげれば。優しさが。橋本さんもね、見事戦いましたけど。ちゃんと無理だったね。でもちゃんと無理だった。ちゃんと無理でしたね。しっかり負けて。しっかり負けて。綺麗に勝つね。一番綺麗だ。一番綺麗。一番綺麗だ。で、猪狩さんはもう一球も当たらないと。俺はもう調子もう無理だ。ごめん、これに関してはもう別に傷ついたとか思う。傷ついた。